和田信方6月19日から1952年8月14日は戦前から戦後にかけて活躍した NHK のアナウンサー。妻は後輩アナウンサーの大島美恵子2016年平成28年1939年入局。東京府に生まれ東京府立第5中学校第2早稲田高等学院を経て早稲田大学に進学するも中退。 1934年に日本放送協会へ第一期アナウンサーとして入局。和田が一躍有名になった場面は、1939年の大相撲1月場所の実況中継である。和田はこの場所の実況中継を初日から4日目まで担当したが、4日目に70連勝を目指していた、二葉山定治が結びの一番で安芸の海節をに外掛けで破れ、 連勝が69で止まった。取り組み前には、不正室の明媚騎士双葉、今日まで69連勝。果たして70連勝なるか。70は、古希、古来稀なり、とアナウンスして始まったが、当然、この日に連勝記録が止まるなどとは和田も他の者も,も、誰も予想しておらず、双葉山が敗れた瞬間には控えに行った先輩の山本寺氏に対して、 双葉山は確かに負けましたね。と慌てて確認を取った後双、双葉破る。双葉破る。双葉破る。時、昭和14年1月15日、朝日商店、まさに69連勝。70勝を目指して躍進する双葉山。では一門の新鋭、秋の海に屈す。双葉70勝ならず。と叫んだ。 1945年8月15日の終戦放送では進行役を担当。全国に向けて終戦の象職を朗読した。その後、NHK 山形放送局放送課長として転勤したが、間もなく退職。フリーの立場にいたが、その後、CIE プログラムアナライザーのようなことを移植されて、放送会館にも出入りしていた縁もあって、 NHK の食卓アナウンサーとして仕事を続ける。戦後は1946年末から NHK のラジオクイズ番組、話の泉の司会者として活躍、徳川無生をはじめとする一癖も二癖もある文化人のレギュラー回答者たちを相手に絶妙な問答を繰り広げ、タレントとしての才能も高い人気アナウンサーの地位を引き続き保った。 1950年に開局直前の中部日本放送でアナウンス研修を松内時サブと共に行い、後に当局で開局直前の第一声を発するウィ・ノボルトを育成。1952年8月14日、ヘルシンキオリンピックの実況を終えて帰国する途中に、ヘルシンキオリンピック期間中に、白夜クヤで睡眠不足となっていた。 疲労の治療で入院先のパリ郊外の病院で隠しした40歳没 NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P75 第2小戦時体制の下で昭和14年春場所両国国技館中山善三郎秋田連載対談アナウンサーは田美恵子氏秋田県1967年9月1日テレビ朝日系 鉄子の部屋2016年7月8日付の追悼特集で2016年前半に亡くなった出演者として番組最後にテロップと写真付で紹介されている NHK アナウンサー支編集委員会 1992P13NHK アナウンサー一覧 NHK アナウンサー支編集委員会 1992P63 1> 第1章ラジオの早々基礎式的要請の幕開け。NHK アナウンサー氏編集委員会1992、P12、NHK アナウンサー一覧。NHK アナウンサー氏編集委員会1992、ピアニッシモ、74-79、第2章戦時体制の下で、昭和14年春場所両国国議館 AB、大相撲中継、16から17ページ。 NHK アナウンサー氏編集委員会1992ピアニッシモ122124第2小戦時体制の下で終戦への童貞。NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P146 第3章親しまれる放送へ大衆娯楽番組の誕生 NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P159 第3章親しまれる放送へ、スポーツ放送よ。再び、NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P176 から177第3章親しまれる放送へ、NHK 長でないものを求めて、NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P161 第3章親しまれる放送へ、スポーツ放送よ。再び、 NHK アナウンサー氏編集委員会 1992P103 第2小戦時体制の下で戦時下の番組とアナウンス。山川静夫、そうそうそうなんだよ。後書き岩波書店2003年6月13日297から298ページ。後書き日付は初版の昭和58年5月。ありがとうございます。